この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。続いてはバックオンの皆さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様前から後ろからどうもようこそお越し。続いてのゲストはバックオン。2002年の結成当初からライブを中心に活動し、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、台湾など海外でも高い人気を誇る超実力派バンド。ライブすごいとこでやってんね。そうなんです。前日でしょあれ。反対側行ってました。ブラジル？ブラジル行ってきました、はい、どうなんですかブラジルでのライブって。いやもうめちゃくちゃ盛り上がって、はい、本当にちょっとダイブしようかなとか思ったんですけど、多分これバラバラにされんなみたいな。ラテン系のバイオハザードみたいになっちゃって。そうですね、みんなが、はい、へー。でブラジルでいろいろとあったそうで、はい、情報入ってきてますよ。こちらヤマートピックスでございますけども、こんな情報届きました、うん、まずはこちらが、シュラスコ屋でサンバ魂を感じる。そうなんですよ、ブラジル着いて初日シュラスコ屋さん連れてってもらって、うん、でも僕ちょっとトイレ行こうと思ってこうトイレ探してたらガチャって開けたらチューブ入っちゃって間違えて。トイレと間違って。そうそうそう。そしたらなんか向こうの人もなんか、おジャポネジャポネ、うん、来い来いよみたいな感じで言われて、で入ってって、いきなり入ってきたのに、いきなり入ってって、うん、シュラスコを焼いてるんですけど、お肉だよね、お肉を焼いて、でそのまま、うん、お前これ持てよっつって、うん、持たせてやるよっつって、別に僕トイレ行きたくて別にそんなにいらないんですけどみたいな感じなんですそうか、シュラスコにめっちゃ興味あるやつが来たと思った。そう携帯あるかお前取ってやるよっつって、あじゃあいいっすかってこう携帯シュラスコ切ってるところを切ってるとこ、そう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 、もうその間もずっとトイレ行きたいんだ、トイレ行きたくあーって思いながら、あオッケーオブリガードオブリガードありがとうって。へえ。でその後トイレたどり着いたんですけど、たどり着いた、まあちょっとトイレのねやっぱちょっと大きい方を僕してて、こう座ってたら、うん、横にブラジルだけなんですかね、ブラジル横になんかねシャワーがついてて、これをこのままこうオシュレットみたいな感じで洗うみたいな。あのシャワートイレのまさにシャワーでやるの。まんまシャワートイレ。僕らはこれじゃないですか。そうね普通シャワー、うん、お尻こんなやるもんじゃないじゃないですか。びっくりしちゃってビシャビシャになっちゃう。ビシャビシャ。そのそこに行き着くところまでに一回シュラスコ切ってんだよね。そう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 。さまざまなストーリーがね、もうトイレ行くまでに。いいね、向こうの人気さくなんですね。サンバ魂を感じました。さあそして披露してくれる新曲なんですね、はい、これどんな曲なんでございましょう。今回、ガンダムビルドファイターズトライの、オープニングテーマになってるセルリアンっていう曲なんですけど、うん、この曲はあの限界なんてないとか絶対ないなんてないっていう強い意志を込めた曲になってます。なるほど。さあそれではスタンバイの方お願いいたします。よろしくお願いします。初めて見る人たちもたくさんいると思うんですけど、まあこんな感じで、バンドです。最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。今回、披露するのは、さっき言ったセルリアンという新曲と、あと、去年、リリースした2分の1という曲の、メドレーで